きのワープロか。誰でも自由に使えるようになってるんだ。インクリボンには例の文書の形跡はない。このワープロじゃないな。このインクリボンは。犯人はこのワープロであの手紙を打ったんだ。待てよ、あの手紙の後に別の文字が打たれてる。よし、書き出してみるか。なんだこりゃ、むちゃくちゃな文字列だ。何かの暗号か。ナオミお姉ちゃんはワープロ打たないの？私？恥ずかしながらワープロ全然ダメなんだわ。そっちは先にお任せ。聞いてもいい？何か見つかった？うん、これ図書室のワープロに入ってたインクリボン。例の手紙の文面そっくり残ってるよ。もう一つの文書についてはまだ話す段階じゃないな。じゃあやっぱりユミちゃんがこの学校に。でもさ、考えたんだけど、別にユミって子がこれを打ったとは限らないんだよね。はっきりと手紙にそう書かれてるわけじゃないし、何か別の目的を持った他の誰かの仕業ってことも。なんかすごいわね、コナン君って。小学生とは思えない頭の冴えよね。違うよ、テレビでさ、そんなようなドラマがあったのを覚えてて。声かけづらいよな、この女。なーに？なんか用でもあるの？別に。あ、コナン君？さっきこの子あんたの連れ？違うわ、この子はリサの。どうだっていいわ。何やってたの？私を待たせるなんていい度胸じゃない。ごめんなさい、ちょっと。いいのよ別に。バラされて困るのはそっちでしょ、例の件。ほら、さっさと今月の分渡しなさいよ。これ以上私を待たせると本当に危ないわよ。レイコ、人がいるじゃない。こんな子供に何がわかるっていうのよ。だいたい困るのはあんただけなんだから、私は構わないよ。コナン君、ごめんね。ちょっと他に行っててくれない？
あ、うん。あら、コナン君、何かご用かしら？別に。ごめんなさい、ちょっと仕事中だから、後でね。さっきこっぴどい目にあったからな。ちゃんとノックしないと。あの時の坊主か。何度も聞くなよ。俺はワープロなんてからっくしダメなんだって。ああ、分かってるよ。姉貴がこんなガサツなのに、妹はあんなに美人で頭がよくって、だろ？そういう話は父さんに聞かされるだけで十分なんだよ。まったく、あのクソ親父。戸締まりしちまうぜ。俺に会いたきゃ寮の部屋でも訪ねてくれ。じゃな。あ、霊光姉ちゃんだっけ？さっきのガキじゃない。まだこんなとこうろちょろしてんの？憎まれ口じゃなくて性格なんだろうな、この女の。ちょっとお話聞いてもいい？何よ、話って。霊光姉ちゃんは連休中に何してるの？寮の自分の部屋にいるわよ。どうして？あんたに何か関係あるの？いえ、別に。リサお姉ちゃんって知ってる？知ってるわよ。それがどうかした？取り付く島がないな。知ってる？さあ、知らないわね。まゆみお姉ちゃんって知ってる？ああ、あの女。あいつがどうかしたの？あいつって生徒会長ってことを鼻にかけちゃってさ、入学した時から気に入らなかったのよ。ま、でも私の敵じゃなかったってことはすでに証明されちゃったんだけどね。どうして？さあね、ナオミにでも聞いてみれば？きっと知ってるわよ、あの出しゃばり娘のことだから。ナオミお姉ちゃんってどんな人？知ってるけどね、うるさい女だからあんまり関わりたくないのよ。
この件に関してだけは俺も同意見だな。さきお姉ちゃんと音楽室で何の話してたの？何の話でもいいでしょ？あんたに関係あんの？別に関係ないけど。知りたい？お姉ちゃんと僕の二人きりの秘密ってことなら教えてあげてもいいんだけど。あの咲って子ね、学年一の秀才なのよ。へえ、すごいんだね。と思うでしょ。ところがどっこい、とんだ食わせ者。あの子カンニングの常習犯なのよ。学年トップの成績はとんだ不正行為で保たれてたってわけ。私はたまたまその証拠を握ってるの。だからあの子は私の言うことなら何でも言いなりなのよ。さあ、大変な秘密をばらしちゃったわあの子どうするかしら。子供にバレちゃったとも知らず、相変わらず私のところに口止め料を持ってくるのかしらね楽しみだわ。私と一緒にあの子のお金で遊園地でも行かない？おごってあげるわよ。良子お姉ちゃんって知ってる？姉よ。へえ、玲子お姉ちゃんって良子お姉ちゃんの妹なんだ。だったら悪い？別に悪いことないけど。私は迷惑なのよね。あんなガサツな女が私の姉だなんてさ。あ、リサさん、こんなところにいたの？何よあんた。リサさんだと。今日は随分部外者が校内をうろちょろしてるみたいね。気分悪いわ。あー、びっくりした。後ろ姿リサさんにそっくりなんだもん。うん、実は僕も間違えちゃったんだ。性格は180度違うみたいだけどな。それより蘭姉ちゃん、リサお姉ちゃんどうしたの？うん、校内を案内してもらってたんだけど、ちょっとはぐれちゃって。蘭の方向音痴、治ってねえんだな。蘭姉ちゃんって方向音痴だもんね。コナン君、ちょうどいいわ。蘭さん、コナン君、そろそろ夕食の時間よ。食堂へ行きましょう。け、もうそんな時間だったのか。気づかなかったぜ。かと思ってたわ。うちの学園はそういうとこばっか見え張ってるから他の人いないんだね。ええ、食事の時間は割と自由なの。みんなはそろそろじゃないかしら。
はなんだ。お、こりゃうまそうじゃん。そんじゃ、いただきます。なんか、私たちのこと眼中にないみたいね。よし、食った。え、早い。さて、風呂かっくらって寝るかなっと。あっけに取られちゃった。ランさん、私たちもお風呂いただきましょうか。いいの？そうだ、コナン君も一緒に入らない？え？いや、僕男だから男湯の方に入るよ。と言っても、ここ女子寮だから男湯なんてないわよ。かな。ダメよ、リサさん。この子すっごく照れ屋なんだから。そう、それじゃあ私たちだけで入ってきちゃうけど、夜間は校舎の方へ行かないでね、決まりだから。多分文芸部は仕事で図書室使ってると思うけど、私たちは許可受けてないからね。よく考えると惜しいことしたような。って何考えてんだ俺は。夜間動けるのは寮の中だけだってさ。なんか賑やかな気配だな。はい。あら、コナン君？ん？チビか！あれ、ナオミお姉ちゃん？あたしだけじゃなくて、みんないるよ。こんばんは、コナン君。おお、あん時の坊主か。お前も一杯やる？え、まさかお酒飲んでるの？やあね、お茶よ。ちょっとした深夜のお茶会。堅物の部長がいるのに酒なんか飲むわけないじゃん。あら、いなかったら飲む気？あげ足取るわね、先。なんだよ、お茶で盛り上がってちゃ悪いってか。りょうこさんたら、お茶で酔っ払ってるみたい。盛り上がってるな。聞き込みする雰囲気じゃねえや。僕、おやすみなさいを言いに来ただけだから。それじゃ。ん？礼儀正しい坊主だね。おやすみ。おやすみチビ。また明日ね。おやすみなさい。華やかだな。圧倒されちゃうよ。このままずっと何事も起こらなければいいのにな。
ナン君。寝巻き姿。今日はもう遅いから休んだら。子供が夜更かししちゃダメよ。ねえコナン君、お姉さんと一緒に寝ようか。え、いや僕いいです。コナン君ならまた照れてる。この子妙なところで混ぜてるの。でもコナン君って可愛いじゃない。ランさんいつも一緒に寝てたりしないの？そうしたいのは山々なんだけど。そうね、そうしちゃおうかな。ダメだ、耐えられん。あの僕あっちの部屋で寝るから。ほらね、いつもこうなのよ。ごめんなさい。じゃあ風邪ひかないようにね。からかわれたな。